い、タチャハオ、こんにちは、シャメです。本日はロストランズ2、4人の黒騎士やっていきたいと思います。さて、前回はいろいろアイテムを回収してきて帰ってきたところでしたね。というわけで続き、まず一個戻る。あれ、どこだったっけ。あ、これこれこれ、家の中のどこだっけ。あ、これこれこれ、まずバルブをねはめます。これなんじゃ。あー、ふさわしい配置を選ぶ感じでいい。左は動物、右は植物かな。問題はどこがどこだ。いや待って。色的にはこれでいいのか。色はこうだね。待ってよ。いやー、でもキノコは右だったりするよね。あ、はまる場所に入れてけってことかな。じゃあ右からとりあえずやっていくか。ってことは、あ、合うところにはこう、こうなるんだね。では待てよ。交換で雲、カタツムリ、松ぼく、あ、松ぼくに右上だね。あー、なるほど、なるほど。まあでも一個ずつやっていくか。これは次スパイダー、スパイダー交換で松ぼっくり交換。ウサギはそこなんだね。ナメクジ交換で、次はヘビなんだけど、あれ、ナメクジそこ。あ、星だ、この上。ちょっと待ってくれ、ナメクジがここじゃなかった。星と月だね、多分。交換で交換で、ヘビ、間違えた、間違えた。反対回りないのきついな、これ。ヘビで最後があれだけど、最後が狼かな。ただ左と右しょっちゅう交換しなきゃいけない形になるから、一回ね、狼は置いといて、左も揃えていくか。ここは合ってんだよな。で、
次に腸と入れ替えたい。で、次に袋は合ってるからこのまま。カエルの位置がだいぶあさってだな。クマも全然位置が違うんだよな。カエル、ちょっと待ってよ。カエル、あ、まあ、いや、待ってよ。だんだん分からなくなってきた。ハスの位置は合ってる。ウサギ、チョウ、フクロウも合ってる。葉っぱと、まず交換するべきだな。葉っぱと交換。で、葉っぱが、ここ。で、ハスの次がクマ。で、あとはこれを交換して回転させれば完成。こっちもだね。回転させれば完成。よしよしよし。アワード再起発、間髪。あ、起毛した。なんだろう。勤勉。エネルギーの玉をゲット。なんだろう。何のエネルギーだ。これまだよくわかんないね。結局オルゴールのシリンダー、この鍵はね、あっちの扉だね。ハンマーは何に使うんじゃ。ろうそくも謎、油差しも謎、謎が多い。薬を調合するタイミングではなさそう、まだ。ここもなんか収める人形一個も見つかってない。はてさて、これってどう。これは関係ない。あ、違いました。ハンマーも違う。またこれは後だろうね。これもまだだし、他はもう扉かな。この鍵を開けます。この謎の鍵をカシャ。さあ行くぜ。ちょっと他にここ何もないよね。行くよ。おー、いろんなものがあるね。タモアミ、小民族、友好的で害がなくよく働く種族。主に農業を営み平原に住んでいる。小民族は大昔見捨てられた海の先にある豊かな土地に住んでいた。だがある日、大地が乾き始め、海の水は蒸発した。その理由はわからなかったが、小民族はその土地を見捨てるしかなくなった。彼らは干上がりかけた海を渡り、平原に移住した。小民族の歴史の富によると、歴史の書によると、干ばつが始まる前、馬に乗り、炎に包まれた奇妙な騎士が現れたという。4ページ目。蛇を取り出すには蓋付きの入れ物が必要。そんなものはないっす。ないっす。これは、あ、これオルゴールだ。オルゴールのパーツが足りないみたいなんでシリンダーをはめます。シリンダーが砂まみれでは
オルゴールは鳴らないし、蓋も開かないわ。そっと砂を払わなければ、そっと砂を払うもの。そっと砂を払うもの。なんかこう、羽とかないですか？ピッチフォーク。あ、だ農場とかで。あ、これ再びのエネルギーの玉2つ目だ。鹿の口に何かが挟まっている。それにしてもなぜ鹿の顎の下顎にフックが結びつけてあるのかしら。どういうことなんだ。フックに何を吊るせばいいんだ。これなんだ。あーと変化アイテムね。機械の部品。あ、こんなとこ人形が。機械の部品がありそうでない。しかよくわからん。これもまたルーンだね。なんじゃこれ。一緒のものを選べ？かな？いや、一緒のものある？これ。ちょっと待ってよ。よく見よう。いや、なくない？あー、目がおかしくなってきた。左上のハンマーない。その次も、仲間がない。どういうことだ？右の人なんか、ドワーフの戦士の体の一部がなくなっている。多分こっちの人は剣を持ってるんじゃないかな。あ、じゃあないとできない。他はなんか、ないですか。二つ目の歯車がなくなっている。それがないと装置は動かないわ。歯車。なんじゃそれは。これを開けるには十字の鍵が必要だわ。十字の鍵。機械の部品かこれ。集めたパーツ。あ、一応変化アイテムを集めたパーツは二つともあった。お、これじゃないか？あと二つか。この作業してる人たちは特に反応がない。人がいるっぽいけど。向こうには行けないのか。あ、やばい。進まんぞ。ルーンは全然見つかってない。鍵もない。もう向こうには行けない。歯車もない。掃除をするようなアイテムもない。蓋付きの入れ物もない。ドワーフの体のパーツもない。網は、網じゃないよな。引っ掛けれそうなものってないもんね。あ、なんか進んだかと思ったら、それほどでもない。いや、じゃあ、これ、網じゃダメか。ハンマーでもダメだったよね。ハンマーではダメ。大きなもの。大きなもの。あ！ピーン。ピンときましたよ。
おお。階段がせり上がってくる。というわけで、いけるか。これで。これが、根っこの払い方がわかんないな。燃やすわけではない。なんかコテみたいなのが必要かな。ここの画面だけ機械のパーツかな。なんか手に出てないんだよね。なんじゃそれは。足りない人形を全部見つけなければ。うわー、あと2体開いたはいいけど進めないのか。これじゃダメなんだよね。いけそうな雰囲気はあるんだけど。違うか。これいけそうでいけないんだね。でももう。もう何もないよね。あ、変化アイテムは確かあったね。ここにパンがあった。機械の部品がね、この画面なかった気がするんだけど。浮草の話をされるんだよね。うわー、わからん。今あるのが、網、ハンマー、ろうそく、油差し、ナイフ。これはナイフじゃ切れないよなぁ。どうあがいてもね。玉網って言ってるぐらいだから、何か水の中のものを救うんだと思うんだけど。思うんだけど。いかがか。釘抜き。ハンマーするけど、これ釘抜きを使うんだ。ノコギリ。よし、これで木の根っこを切れるのでは。木の根っこ。へい。ギコギコ。あ、そういえばうちの庭も伐採しなくっちゃ。おや、水のポータル、5つの世界の砦の中央広間にある井戸の、魔法の井戸。ここを通過しなければ、塔の上の階へ行くことはできない。ポータルを開くには、不死鳥の羽と飛行の粉を井戸に入れなければならない。飛行の粉。水のポータルの開き方。あ、人形。あと一個じゃ。これのハンマーじゃないんだよな。でもあれがなんだかわからないんだけどね怒りみたいに見えんこともないな。これどうやって見るんだっけ。浮き草みたいのいるんだよね。浮き草。水のポータルによると、これでもちっちゃくて水だ。
どこまで読んだっけ。アクアマリンさん美人ですよね。すごい好き。性格はきつそう。人魚たちはこの湖の水を汲むことを誰にも許してない。で、ポータル。水草と、とりあえず一回水草をすりつぶせみたいになんか書いてある気がするんで。すりつぶすか。すりつぶしとこ。あれ？違う？ここじゃない。待って、浮き草。そう、詳細教えてくれ。なんかこの水草みたいなのを入れるんじゃないのか？これじゃないのかな？あ、入れた。え、さっき何だったんだよ。で、潰す。火にかける。この液体は何だ？紫色のエッセンスを加える。それはどこから？いや、もう現状無理だ。紫色のエッセンスはない。これ使うのか。いかん、いかん。手詰まる。今進めるところ、このろうそくは一体どこに使う。いや、これ壊してはまずいわしか言わないから、多分まだなんだよね、きっと。違うだろうな。うわー、どうしよう。ちょっと向こう一回行ってみるか。なんかあったっけ。何か大きなものが必要だわっつったけど、これまずそっと砂を払う。そっと砂を払う。なんか羽ぼうきみたいな。何かないか。ガチャン。違う。これはだって像が足りないんだよね。ドワーフの上半身がないと多分いけない。で、こっちもルーンがなければ何もならん。いや、来たはいいけど、こっちも今やれることがないぞ。ないぞ。これも歯車がないと。ナイフじゃない。歯車がないと多分何もできないっぽい。ここはやれることが今なさそうかな。フックがあるからなんか引っ掛けるんだろう。引っ掛けるんだろうけど、ダメだ。わからん。
ここのルームもわかんないままだし。この画面もう何もないよね。バリアが貼られた花は何もできない。ここは、いやでもここももうやることないんだよね今は。あそこに行けないんだよ。船も反応なし。これでもちょっと足濡れるけど行けるんちゃうか。ダメなのか。あかんか。この辺の植物を編んで、いや行けないだろうな。ここなんか意味がありそうなんだけど。こう熱いもの触れそうなものってこの辺しかないっすよ。わあ分からへん。玉ははめた。こう左行ったらこっちに出ちゃうしな。右はいけないんだよね。やばい、積んでいる積んでいる。いや、なんか見落としてんだろう。ん？そこにあったか、変化アイテム。分かんなかったな、今。適当に先に進めないから適当にタップしていた。人形が一体足りん。道具を探さなきゃ。多分火箸みたいのがいるんだろうけど、この辺じゃダメですか。まずこれね、ささっとさ、違うね。待って、紫の液体は作成方法がわからんのだが、こんなん全然ないしな。一個もないっていうね。暗号になっている。これ絶対違うしな。ろうそく何に使うんだろう。もう今んとこ何もわからん。でここはこの紫の不死鳥の羽がない。紫色のエッセンス。紫色のエッセンスね。オーケーオーケー。これなんか謎のものが組み上がっておりますけど、ここは絶対関係ない。多分ボーナスゲームかなんかのアワードかなんかだと思う。この暗号なん、絶対今関係なさそうだよねこれは。引っかからんか。油差しも今のところ使うポイントが全くわからんな。今ここの謎はこの人形を4つ置くところで、このなんかの暗号があるところ
そこにあった。このね、暖炉と引き出しの間ぐらい。微妙な位置だったね。拡大すれば分かったのかな。だってこのランプの下ぐらいかな。ちょっと上をタップしたらこれが錬金術師のセットが出てきちゃう。じゃあ人形が集まったんで、これだけやったら終わっとこうか。えい。あ、この手をいい感じにせえということだね。このエネルギーを渡すようにね。このエネルギーのね、移動をね、いい感じにせえと。これ分かりやすかったね説明を見るまでもなかった。飽きましたね。いや、というわけで、まあまあ謎が解けたところで、次回この扉を入っていくところから始めたいと思います。まあどうしようかな、まあ時間的にはいいかな。というわけで、ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。